風の竜と恋人未満の戦士たち。おはようございます。ジレット申します。今回やっていくゲームはこちらですね。風の竜と恋人未満の戦士たちバージョン 4.00 フルボイスエディション。というわけでですね、こちらのゲームは初めに実況したのが4年前なんですよ。4年前の実況で、アップデートが来るために、まあちょこちょこ動画出してましたけども、いよいよね、バージョン4になりましたね。で、バージョン4になったことで、もうすっごーいアップデートがあったんですよ。まあもうお察しかもしれないですけど、もしかしたらね、もうタイトルとかでね、ちょっといろいろとお察しの方もいるかもしれないんですけど、すごいアップデートがあったんで、早速これをやっていきたいと思います。じゃあ冒険を始めるから始めようか。あ、マウスカーソルが映ってる。戦闘難易度を選択してください。あー、これあれだね、初めの時はハードしかなかったんだよね。まあ、でも、言うて僕、キプレなんで、ハードで行きたいと思います。キプレなんでね。うん。そんなリュートにはさせません。始まった。さあ、地上界ウォルシード。商業大陸パザックにて。さあ、来るぞ。来るぞ、みんな。ルートの、バカーリュートのバカー来た。そんな冷たい言い方しなくてもいいでしょ。ということでですね、フルボイスです。なんとこのゲーム。そして、表情変化とか、絵が変わってます。うるさいな。俺はもともとこうなんだ。フルボイスだから、俺実況、もう当てこす必要がない。不満があるなら帰れ。ほら、この前以前なかった表情変化がね、追加されてます。事実に。これはね、地味な変更点ながらもね、重要なポイントだよね。4.00 っていうだけあるわ。じゃあ帰る。さよなら。ああ、勝手にしろ。そう、リュート側もね、立ち絵が変わってたりするからね。何よ、リュートのバカ。釣り面ネクラブアイソー。相変わらずその釣り面ネクラブアイソーは言ってくんのね。そりゃリュートと比べたら、私なんて足でまといかもしれないけどさ。でも私の神聖魔法が役に立った時もあったもん。すごいなー。これフルボイスですからね、皆さん。これフルボイスのフリーゲームなんですよ。信じられます？これ無料ゲームですよ。フリームで皆さんプレイできます。リュートなんてもう知らない。リュートなんて、あ、ちゃんとエコーのかかる部分あるんだね。心の中の声はエコーかかるんだ。バカだな、いるわけない。リュートは優しいから謝ればきっと許してくれる。でもリュートの方から追いかけてきて仲直りなんて一度もないもんね。まあ、チリスとリュートはね、まあ、こういう関係なんですよ。前日後日談とかでね、わかるんですけど、こういう関係ない。なんかね、もやもやした関係です。簡単に言えば。あ、回想。リュートと出会ったのは今から数ヶ月前。あ！こんな立ち絵なかったよ、確か。私の故郷が魔族に襲われたところを助けてくれた。だけど、
助けてくれたリュート自身も半分魔族だった。こんなんだった、こんな階層だったっけ。ありがとう、リュート。こんな絵あったっけ。待て、あ、事件団員、待て。魔族め、それ以上ティリスに近づくな、離れろ。この事件団員とかいうさ、まあ、いわゆるモブですね。はい、モブにも声が当てられているってすごくない？アレック、何言ってるの？彼は私たちを助けて。だが魔族だ。だが魔族だって、魔族っていう理由で追放されちゃうんだね。待って、せめて傷の治療を。いらん、この程度の傷、魔族の俺には何でもない。こんな回想シーンがこんなに進化してる。魔族だから身を守る必要がないの。それって、待って、漫画のような絵風でね、語られていく回想。どうして人間を守ってくれるの？気まぐれだ。これからどこへ行くの？さあ。ずっと一人なの？あ。寂しくないの？あ、俺は風だから。来た、このセリフ。俺は風だから。そう言って一人立ち去ろうとしたリュートを追いかけて強引についてきた。去り際に見せた悲しい瞳がどうしても頭から離れなくて、半分人間なのに半分魔族だからどちらの中でも生きられない、孤独な旅を続けるしかない彼のことがどうしても気になって、それでティースがついてきてるんだね。で、ついてきてもうどれぐらいになるんだっけ。謝ろう、喧嘩別れは嫌だし。うんうん、私が一緒にいたくて旅についてきたんだもん。うるうるしてる目が、うん、あれ、ここどこ、私どっちから来たっけ、どこ歩いてた、もしかして道に迷った。まあその通りでございます。で、ここで、左と右の選択肢が出るんですね。ちょっとじゃあ、セーブだ。で、まず左と右の選択肢があるんですけど、これどっちもやっと吹くと、第3の選択肢が現れるって感じですね。先に言っちゃいますけど。じゃあ、左から回収しましょう。お、こんなに揺さぶられる演出もあったんだ。一万円。リュート。たく、危なっかしいな、お前は。どうして？あ、力使った後ちゃんと目を閉じる演出もある。心配してくれたの？追いかけてきてくれたの？私を、リュート。なんで泣く？なんで泣く？涙腺ゆるいな、お前。涙腺ゆるい。涙腺ゆるいって言うな。ごめんなさい。ティリス。
泣くな。もう怒ってないから。あれ？ノーマルエンドこんなんだったっけ？なんかもっと違った気がするんだけど。はてさて。というわけで、なんか左あんなんだったっけ？エンディング。ノーマルエンドなんだけど、あれ？俺の知ってるエンディング、もうちょっと違った気がする、左のエンディング。あんなんだったっけな割と幸せなエンドだったね。なんか左もうちょっとなんか違うエンドだった気がするんだけど。俺の記憶じゃないかな。また後で動画見返そう。じゃあ右に行きます。さあ右に行くと。あれ？草原に出ちゃった。来ました！モンスター。さあ戦闘です。ちゃんとこのゲームですね、RPG パートもあります。イーグルが現れた。で、ティリスのね、ちょっとね、変わった点として、ターンにリジェネがあります。一ターンごとに25回復するっていうね、リジェネ効果があるんですよ。ただ、で、回避っていうのもあります。音速回避。まあ、だから、ただ、避けられない攻撃とかもあるんで、結局のところ。まあ、そこはね、使いようだね。で、神聖魔法っていうのもあります。ライディーンバルト。魔法で敵に360程度の前後のダメージを与える。遠距離の敵にも届くと。まあ、剣攻撃が基本的なね、技ですね。あ、やっていうようになったんだ、これ。自慢の羽を傷つけられたくなければ聞け。戦意喪失させようと思ったけどダメか。なら容赦なく叩き潰す。あ、ちゃんとダメージボイスとかも入るようになったんだ。思ったより強いな。これは何度も受けたら回復が追いつかないかも。そう、ティリスの HP が25回復した。で、まあ、これを何回か繰り返していくうちに、イーグルも変わった行動をしてくるようになるんですけど、まあ、それはね、おいおいということで。ただ、連続で使用はできないんで、確か3回だったかな？うん。3回連続はできない。2回連続は確かできる。さあ上空一周した。届かないよあんなの。魔法ならまだ届く範囲だけど、ただ遠くへ逃げたわけじゃなさそう。警戒するに越したことはないか。で、ここでまあ二択っすね。魔法を打つか回避するか歌います。多分歌うのはね、もう一番握手だよ。というわけで回避しましょう。ここは回避ですね。開いて踊るようにかわした。危ない、避けなきゃ死ぬとこだったんじゃ。上空に飛ばれたら厄介だな。歌にもう一つ別の魔法を追加すれば。で、歌のスキル使用時にこれですね、自動回復100の5ターンを維持したまま死傷した敵を永続的に大地につなぎ止めると、さっきの吸収攻撃がなくなるわけですね、空からの。さあじゃあ行きましょう、歌いましょう。早速、へえ、歌うの時もなんかそういうの入るんだ。きこれでもあんなに高く飛べないはず。なんだかさっきより元気になったみたい。攻撃の手を緩めたら長引きそうだね。で、歌でロザリーの力が増幅している。100のリジェネなんで、だいぶね、余裕がありますね。基本的にこのターンはもう、健康技を連打していこう。
見えない引力に阻まれて飛べない。歌の力だね。もう高く飛べないよ。あとは一気に叩き潰す。まあここまでやってしまえばね、あとは回避とかしながら、あー、おなるほどね。まあでも HP は500が、ティリスのね、HP は500あるんで、ここは大丈夫そうですね。何手こずるなんて。あー、20ターンかかるとそんなこと言うんだ。そう、ハードモードでやってるからね。てかさ、パッと見さ、イーグルって、パッと見こう、雑魚モンスターみたいな感じ、ね、格だけどさ、確かに20ターンかかってんだよな。1対1の戦闘だと20ターンかかるの相当だからね。ドラゴンクエスト1でもここまでしねえよ。でも、あっちももうボロボロみたい。もう一息。イーグルは翼がボロボロになっている。もう一息だね。おー、26ターンか。前回よりはかからなかったけど、それでも26ターンはかかったな。今日は鳥に、今日はね、鳥鍋だ。うん。イーグル倒した。リュウト、どこにいるのかな。そうだ、もう一体。よかったね。2体同時に来られたら終わってたぞ。これ確か4年前も同じこと言った気がする。4年前も同じこと言った気がすんな。来たー。切り刻まれたくなければ、消えろ。リュウト。やれやれ。大丈夫か？心配してくれたの？追いかけてきてくれたの？私を。リュウト。おい、ティリス、しっかりしろ。ここは洞窟？リュウト？寝てる。寝てるんだ。あ、寝てるんだ。ここまで運んでくれたんだ。うるうるしてる、ティリス。出会った頃から、喧嘩しても、どんな時も、ピンチには必ず駆けつけてくれるんだね。ああ、ありがとう。キス。目開いてる。目開いてる、開いてる、開いてる。目開いてる、開いてる、開いてる。タヌキネイリした。完全にタヌキネイリなんだよな。グッドエンド。